スランプ試験の様子。後ろに置かれているのが、スランプコーンである、生コンクリートの試験等の様子。左はスランプおよびスランプフローの計測。中央は空気量の計測。その下は、生コンの温度測定。右はコカゴの強度試験に使われるサンプル。スランプ試験とは、凝固前の生コンクリートの流動性を示す、値であるスランプ。 スランプ値を求める試験のこと。スランプの値が大きくなるほど流動性の高い生コンクリートである。スランプ試験によって求められ、単位はセンチメートルで表す。スランプはコンクリート打設作業の難易と効率、ワーカビリティ後で垂直上にスランプコーンを抜き取り、コンクリート長部の高さが何センチメートル下がったかを測定する。数値が大きければ、 その分下がっているので生コンクリート流動性が高いと言える。建築ではスランプは1 5トルから1 8トルがよく使われる。なお、あまりにも流動性の高いコンクリートはスランプコーンを引き抜くと水たまり状に広がってしまう。その場合はスランプ値の代わりに試験体の広がりの直径の値をスランプフローとして用いる。ワーカビリティの工程は 打折対象が建築物なのか土木構造なのかと対象によって異なる。例えば、ビルなどの建築物は、鉄筋が密集していたり、開口部の配置などによる片枠の形状で左右されるため、流動性、作業精度の高いコンクリートが要求される。低すぎると、鉄筋の隙間にコンクリートが回らないことによる、ジャンカなどの欠陥が発生する。 ダムなどの土木工事の場合、鉄筋間隔が十分にあり、強度や重量が必要であることから、水分量が少なく、高強度、低スランプのコンクリートが使用される。一般的にコンクリート中の水を多くすることにより、スランプが大きくなるが、水を過剰に加えると、コンクリートの強度低下につながる。コンクリートと水との関係は、水セメント比と呼ばれる重量比率が、 建築基準法の関係法規で定められている。水を過剰に使用することなく、コンクリートの流動性を確保するため、コンクリートに混ぜて使用される、混和剤という薬品もある。コンクリートの強度に対するスランプの上限等の規定はあるが、物性として、スランプの値とコンクリートの強度の直接的な関連性はない。強度は、 水セメント比によって支配されており、スランプと強度は全く関係ない。スランプのが大きくても小さくても水セメント比は同じであり、スランプの大小は配合、セメント水、細骨材粗骨材の割合によって決まる。ジャス語などで単位水量の上限があり、水の量を減らす必要があるため AE 減水剤や高性能 AE 減水剤などを使い単位水量を 減らしている。スランプ試験の際にスランプフローの値も計測される。ジスやジャス5には許容値についての記述はないが、スランプの値の1.5倍から1.8倍になると、良いコンクリートとされる。配合自体がスランプでなく、スランプフローの配合は、スランプフローで管理する必要があり、スランプフローの規格値がある。ありがとうございます。